ご紹介をではお願いいたします。このホテルの管理をさせていただいてます梶谷と言います。よろしくお願いします。梶谷さんは、普段もここにずっといらっしゃるんですか。だいたい平日のお昼間ぐらいです。清掃スタッフとして、勤務開始をされる前に皆さんが気になるところなんですけど、既存のスタッフさんとかはどんな属性の方が多いですか。女性ばかりですね。でご年配の方が多いので、はい、すごく優しく教えていただいています。梶谷さんの今日の服装ですね、はい、こういうユニフォーム着てらっしゃいますけども、ユニフォームはなくて動きやすい服装で、はい、自由な服装であの勤務していただいております。1年を通してやっぱり忙しいのは12月なんですよね。なるほど。寒い時期におそらく人肌が恋しくなるっていうのが、なるほど、で12月はイベントも多いんです。なるほど。クリスマスがあって年末があるっていうのもあって、12月はやっぱり一番増える時期です、はい、ある意味だから恋が芽生える時期って、ね、そうですね。なるほど、はい、いいですね。なるほどなるほど。スタッフ一同みんな楽しく和気あいあいと働ける職場になってます。2、3日やっていただけたらすぐ多分覚えれると思うんで、お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。あなたの会社の魅力を引き出します。求人動画なら日本アドカスト。